生です。口生。11月18日発売、はい、発売ポケットモンスター、ポケモンスター、はい、バイオレット、これは俺の分だ。そしてスカーレット買ってきました。買ってきた。はい、それじゃあね、特典の方、はい、最初の特典ですね、これね、はい、あ、見ていきましょう。来た、これだ。はい、これですね。うん、今回の御三家とピカチュウですね。プロモーションカード、はい、かわいいじゃん。かわいいじゃん。ほろほろほろ。俺今回火でいこうかな。俺は緑好きなんで、緑でいくよ。火でいくか。はい、予約するときに買った。なんだっけ、予約するとき一緒に予約したんですけど、はい、スカーレットがあれかな、人気だったかな。あ、そうですよね、うん、18番目の予約だったもんね、うん、確か、うん、スカーレット残り1個だったね。そうです。でこっちが8番目の予約でした。結構スカーレットが人気なのかなと。ね、どういう理由で人気なのかよくわかんないですけどね。俺はバイオレット、エヴァーガーデンでしょ。俺エミリアスカイ、ノーブルスカルじゃなくて。うわ、あ、なるほど。え、違った。あ、それピカチュウ。あ、これですね。シリアルコードがあると思うんだよ、はい、ん、もうついてた。あれあれ、あ、びっくりした。うわ、裏、うわ、裏、びっくりした。入れ方逆。まずこうですね。はい、なんか裏に本みたいなの書いてある。こうね、薬草の資料みたいな。そうですね、タンポポっぽい。この何、バイオレット何、色、色って意味、色のあれ種類、ね、シリアルコードみたいのがないんだね。ない。ほら、ここに書いてある、ピカチュウ受け取るためには、うん、初めてポケモンセンターに訪れるまでゲームを進行し、不思議な贈り物を使用しできるようにする必要があります。1.5 時間と。おう、プレイ時間目です。1時間半ですね。あ、そのかかる。さあ、このテラスタル。あ、ウパだ。楽しみだな。あ、いやいやいや。あ、この地方のね、またポケモンも多分いるから。パルデア地方ね。パルデア地方。のポケモンだね、うん、の姿のポケモンいるから面白そうだね、これまた、はい、楽しみ。あとテラスタルがまだ全然ね、よくわかんない、事前情報あんま見てないから、はい、そう、わからないんだよね。なんか特別何もなかったね。じゃあ、はいはい、こんな感じです。で早速ね、あ、で、まあなんでこれを紹介したかというと、うん、ゲームチャンネルがあります。実はね、実は実は多分ゲームがあります。え、2年前ぐらいやってた。実は、実はやってます。実はあります。そう、実はやってたんですけど、別に紹介特にしなかったんですけど、うん、まあね、この機会にね、貼っときます。よかったらね、興味がある方ぜひ、登録の方よろしくお願いします。プレイしていきましょう。おー、